けども、今日お届けする、お話は「わしと少年」というタイトルがついています。わしってあのわしですよね、イーグル、大きなイーグルと少年の物語、少年が大人になっていく時にそのわしとの出会いから始まるというネイティブアメリカンのお話です。ちょっとこちらの絵を見ていただきたいんですけども、今回お届けするネイティブアメリカンの一族がズニ族というふうに言います。たくさん一族、族がいっぱいありまして、ホピ族とかいろんな族の名前があるんですけども、ズニ族というネイティブインディアン、ネイティブアメリカンの先住民の人たちのお話です。これアメリカの地図なんですけども、この北西部、アリゾナ州とニューメキシコの間と言われているんですが、ここにですねズニ族の一族が暮らしていまして、ひょっとしたら皆さんこのなんとか可愛らしいなんかひまわりみたいな絵がなんとなくこう見たことある方いらっしゃるかもしれません。例えばあのネイティブアメリカンジュエリーのモチーフとしてよく使われているんですけども、サンフェイスといいまして、太陽神、太陽の神様を表したこういうモチーフが有名な一族、ズニ族です。でこのズニ族にまつわるわしと少年というお話を今から朗読とピアノでお届けしたいと思います。一体どんな少年とわしとのお話が繰り広げられるのか、どうぞ最後までお楽しみください。ありがとうございます。それでは参りましょう。行きます。昔々、白人がまだ一人も姿を現さなかった頃の古き良き時代の、これはお話だ。
1羽のヒナが地面に落ちているのを見つけたのだ。そばには高い木がそびえていて、ワシの赤ちゃんは木の高いところの巣から誤って落ちたものらしい。ヒナはまだ生きていた。傷ついていたヒナを大事に家に持ち帰ると、少年は手当てをし、巣箱を与えてそれを育て始めた。少年はヒナをとても大切に扱った。安心して休める場所を与えただけでなく、ヒナに食べさせる餌も毎日自分で捕まえに出かけるほどの熱の入れようだった。ウサギを狩りに出かけたり、その他の餌になる小動物を捕まえるために、毎日彼はせっせと家を後にした。さあ、そうなると家の手伝いなんてほったらかしだ。どうして畑を手伝わないようになってしまったの？そんなことばかりしていないで、たまには家の農作業を手伝いなさい。ある時、母親に叱られて少年は答えた。だって毎日餌をあげないとわしの子が死んでしまうもの。来る日も来る日も欠かさずに、少年はせっせと餌を与え続けた。そしてそうしているうちに、あっという間に長い月日が流れた。わしの子は時とともに大きく成長した。少年が一日も欠かさず餌となる小動物の量を続けたので、巣箱の次に与えられた大きなカゴの中でも、わしはさらにさらに大きく、そして強く育った。そしていつしか、いつ飛び去ってもおかしくないぐらいの一人前のわしに成長した。しかしそのわしは少しも飛び去る気配を見せない。なぜなら、少年が毎日おいしい餌をきちんと与え続けていてくれたからだ。少年の兄がこれ見よがしに少年を批判した。トウモロコシの畑でもメロンの畑でも、お前は何一つやるべきことをやっていないではないか。わしのことしか頭にないので、家族や親戚からイーグルボーイと呼ばれるようになっていた少年の耳には、そんな兄の苦言もどこ吹く風。少年にとってはとにかくわしが全てだったのだ。わしのことしか頭にはなかった。村の中でも貴重な地位にあり、温厚で知られていた少年の父親までもが、やがて公然と少年の家の手伝いを全くしないということを非難し始めた。がそれでもなお少年は聞く耳を持たなかった。日頃からそうした少年の態度を苦々しく思っていた兄弟や父親の意を汲んだ親戚縁者の男たちが集まり、ほどなくして会議が開かれ、この際だから一思いにわしを殺してしまうことにしようと衆議が一決した。わしを殺すのは翌日の畑仕事が終わってからと決められた。その日、少年が鳥かごを覗き込むと、わしは床に両足で立ったまま、頭を下げて心なしか寂しそうにしていた。捕まえてきたばかりのウサギをカゴに入れても、いつもならば飛びついてくるわしが、この日は触ろうとすらしない。何か心配事でもあるのかい？少年に声をかけられて、わしがいきなり口を聞いた。それまでただの一度もわしが口を聞いたことなどなかった。わしはこう言った。友達、
私は恐ろしくて物を食べる気分にはなれないのだ。一体何があったの？何をそんなに怖がって？君のせいだ友達。君が私の世話をするのにかまけて決められた畑仕事をサボっていたからなのだ。君の兄さんたちや親戚の大人たちが君を村の畑仕事に戻すために私を殺すことに決めたのだ。私は君のことが好きだからこれまでずっとここに留まっていたけれども、もう行かなくてはならない。明日の朝太陽が昇ったら私は飛んでいく。そして二度と戻らない。やだよそんなの。少年は続けた。君のいない生活なんて僕には考えられない。お願いだから僕も連れて行ってくれないか。友達、君を連れて行くことはできない。考えてもごらん、どうやって君が空を飛ぶというのか。調理されていない生の食べ物だって食べることができないだろ。お願いだよ、僕には君のいない人生なんて考えられない。だから連れてって、頼むよ、お願いだよ。少年が幾度も懇願したので、わしも最後にはその申し入れを受け入れることになった。その大きく育ちつつあった鳥は次のように答えた。仕方がない、それほどまでに言うのなら一緒に来るがいい。だがその時には私の指示に従ってもらう。いいかな。では明日の夜明け、村人たちが皆下の畑に出かけるのを見計らってここにおいで。空を越えていく長い旅になるだろう。自分の食べるものを用意してくるがいい。食事はいくつかの袋に分けて詰め、それらを首から下げられるようにしておきなさい。それから鈴のついた2本の紐をあらかじめ用意し、それを私の両脇に結きつけるんだ。わかった、と少年は答えた。夜、少年はいくつかのポーチに食料を小分けにして詰めた。青いトウモロコシから作る紙のように薄いパン、乾燥肉、果物などなど。鈴をいくつかつけた紐も言われた通り2本用意した。紐は特別に強い革を使って少年が自分で作った。そして翌朝となり、まだ夜も明けきらぬ頃、村人たちは野良仕事をするために皆家を出て高原大地の下の畑に降りていった。それを待ちかねたかのように少年は鳥かごのところに行くと、かごの扉を大きく開けた。わしはその羽を思いっきり左右に広げて、さあと少年を促した。この両足に鈴のついた紐を結きつけなさい。そうしたら私の背中に登って両方の羽の付け根にしっかりとしがみつくんだ。少年が背中に登ったのを確認すると、わしは一つ大きく羽ばたいて空を飛び始めた。何度も何度もゆっくりと円を描きながら、少年を背中に乗せたわしは高く舞い上がっていった。
遥か眼下に少年の生まれた村が両親たちの働く畑が見えた。わしはまだまだ上昇を続けた。わしの両足につけられた鈴が気持ちよさそうな音を奏で、その鈴の音に合わせてわしと少年は大きな声で歌を歌った。ウリリ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 リ。遥か下の畑にも少年たちの歌声は届いた。歌声だけでなく、少年がわしの足に湯わいた鈴の奏でる音までもがはっきりと聞き取れた。畑仕事に精を出していた村人たちは思わず空を仰いだ。いや、あれはイーグルボーイじゃないか。あいつら連れ立ってどこに行くつもりだ。空を指さして人々は口々に言い合った。おい、お前らどこに行く気だ。少年の両親も声を限りに叫んだ。おい、行くんじゃない、戻りなさい。戻れ、帰ってくるのよ。がその声はすでに少年の耳には届いていないようだった。少年の乗ったわしはみるみる高度を上げ、やがて豆粒ほどになり、そのうち黒い点となって、ある時空に紛れ仰ぎ見ていた村人たちの視界から消えた。わしと少年はそれでも上昇を続けた。雲の峰が次第に近づいてくる。雲に陽光の差し込んでくる切れ目が見て取れた。少年を背中に乗せたまま、わしはその空の切れ目を一気に抜けて、光のまぶしい空の国に入った。ズニの人たちがトルコ石の山と呼ぶその聖なる山の頂が雲の上に突き出していた。わしの一族はその山に自分たちの国を築いていたのだ。少年はしげしげと空の国を見渡した。太陽のあふれんばかりの光の中で、すべてが滑らかであり、何もかもが雲のごとく白くかつ美しく輝いていた。わしは言うと、少年を引き連れて空の国のあちらこちらを案内して回った。町にはたくさんのわし人間が暮らしていた。家にいる時には翼を肩から外して羽で作った服を着ていたので、彼らはどこから見ても人間のように見えた。やがてわし人間たちが空を飛べない少年のためにわしの羽をついたコートを作ってくれた。それから皆は少年にその羽のコートの着方と、それを使ってどのようにして空を飛ぶかを教えた。それまで自力で空など飛んだことのなかった少年が、手取り足取りで教わりながらも、なんとか空を飛べるようになるまでにはかなりの時間がかかった。けれども少年は少しずつ飛べるようになっていき、やがて他のわし人間たちと同じように空の高いところを旋回しながらくるくる飛ぶこともできるぐらいに上達した。わしの長老がある時少年に言った。
お前はもう好きに飛び回って構わない。太陽が昇ってくる東でも、太陽が沈んでいく西でも、寒さが知恵を連れてくる北でも、好きなところに飛んで行くがよい。だが、南の方には絶対に飛んで行ってはならない。よいか、南の国に飛んで行くのではないぞ。空の国におけるワシ人間たちとの新しい生活は、少年にとって全てが夢の中かと思えるほど順調で満足のいくものだった。ある日のこと、そう、またあのある日のことなのだ。その日も少年は一人で大空を飛んでいた。白い雲の峰をかわした時、ある思いが少年の頭の中に滑り込んできた。南の方に飛んでいくことを恐れなくてはいけない理由って一体何なんだろう。一旦その思いに取りつかれると、少年の内部で抑えきれない好奇心が頭をもたげた。そしてその好奇心に命じられるまま、気がつくと少年はいつしか南に向かって飛び始めていた。夜になっても少年は闇の中を飛び続けた。南へ、南へ。国が見え始めた。少年は次第に高度を下げていった。ゆっくりと地面が近づいてくる。例えようもないぐらい美しい都会がそこには広がっていた。そこかしこで赤々と火がいくつも焚かれていて、人々がその周りで楽しそうに踊っているのが見えた。なんだ、そんなに恐れることもないじゃないか。少年はつぶやき、さらに高度を下げた。地面がぐんと迫ってくる。まるでそこで燃えている赤い火の炎に引きつけられたかのように、少年は火に向かって下降を続け、ほどなくその火のすぐ脇に大きく羽を広げてゆっくりと着陸した。空からいきなり舞い降りた少年を群衆が取り囲んだ。物珍しさも手伝ってか、人々は皆口々に優しい言葉をかけてきた。気がつくと少年は人々の踊りの輪に加わっていた。あまりの楽しさに少年は皆と一緒に朝まで踊り続けた。そして東の空が白み始める頃、疲れた少年は人々から与えられた場所で遅い遅い眠りについた。よほど疲れていたのか、少年はとにかくぐっすりと眠った。深い深い眠りだった。翌日、少年は目を覚まし、辺りを見渡した。焚き火の火はどれもすでに消えていた。太陽の光の中で見る家々はいずれもそれほど美しくなくくすんでいた。焚き火の周囲にあったものは
何もかも埃にまみれていて、どれを取っても触るとザラザラした。少し動いただけで一斉に埃が舞い上がり、その埃の中のあちこちにいくつもの骨が転がっているのが見えた。なんとそこは死者の国だった。少年は自分が死者の国から帰る術を失ったことを知り、心の底から怯えた。全身から血の気がうせ、目の前が真っ暗になった。少年が途方に暮れていると、ガチャガチャと目の前でいくつもの骨が音を立てて寄り集まり、やがてそれらが形を成し始めた。あちこちで骨から死者がよみがえりつつあった。少年は青ざめた。気がついたら自分がそうやって骨からよみがえった人間たちに取り囲まれていたのだ。少年は立ち上がり走り出した。とにかく逃げなくてはならない。捕まりたくない一心で少年は脇目も振らず走りに走った。骨人間たちが気の悪い音を立てて後を追いかけてきた。少年は逃げたが、しかし骨人間たちの走る方が少し速かった。あと少しで少年が骨人間たちに取り押さえられそうになった時、少年の目が一匹のアナグマを捉えた。この息子よ、わしがお前を助けてやろう。アナグマのじいさんがそう言うが早いか、ひょいっと少年を担ぎ上げると、そのまま自分の掘った穴の中へ飛び込んだ。アナグマというのは大変な力持ちなのだ。間一髪のところで少年は救われた。さしもの骨人間たちもこの深い穴の中までは追ってくることはなかった。このバカ者めがと、アナグマのじいさんが少年を叱りつけた。なんでお前はわしたちにあれほど言われたことを守らなかったのか。一度死者の国に来てしまったら最後、おそらく誰であれ二度とあのわしの国に帰って暮らすことなど許されるものか。アナグマのじいさんはそれでも少年にわしたちの住むあの町に帰る道を教えてはくれた。空を飛ばずに自分の二本の足で歩いて帰るとなると、それは気が遠くなるほどの長い道のりだった。だが少年はもう一度わしのところに帰りたい一心で、教わった道をただひたすらに歩き続けた。
少年はどこまでもどこまでも歩いた。いくつもの昼と夜を経て、ようやく少年はわしの町を囲んでいる白い城壁の下までたどり着いた。少年はヘトヘトに疲れていた。もう一歩も歩けないほどだった。城壁の外から町の中に向かって叫んだが、しかしわし人間たちは少年が町に足を踏み入れることを許さなかった。彼らはこう言うだけ。南の国に行ってきた人間とは我々は一緒には暮らせないんだ。少年は絶望のあまりその場にへたり込んだ。少年が親代わりとなって育て、少年を背中に乗せてわしの国まで連れてきたあのわしが、少年のもとに古ぼけた一着の羽のコートを運んできた。しかしその羽のコートはだいぶ傷んでいて、あちこちの羽がみすぼらしく抜け落ちている。わしが言った。さあこの羽をつけていて、ボロボロだがこれでもあの君の家にまでならなんとか帰り着くことができるだろう。だがもう絶対にこの空の国に戻ってくることはできない。少年はそのボロボロの羽のコートを身にまとうと、何度も何度も墜落しそうになりながら危なっかしく空を飛んで、どうにかこうにか自分の一族の人たちのもとに帰還したのだ。言い伝えでは、少年が生まれ故郷の大地に着陸するとすぐに何羽ものワシたちが空から舞い降りてきて、少年の着ていた羽のコートを持ち去ったという。そのことがあって以来、イーグルボーイは我が族の人間としてその生涯を全うした。進んで畑仕事にも精を出すようになり、一人前の人間として一族の者たちにもその仕事ぶりが認められるようにはなった。しかしいつでも彼が空を見上げると、その遥か頭上には必ず何羽かのワシたちがゆっくりと旋回していたと言われている。少年という、ズニーノ君に伝わる昔話でした。日本の神話でもギリシャ神話とかでも、これやっちゃいけないよって言うとやりたくなるっていう伝説がありまして、これはネイティブアメリカもそうだったんですよね。南の国に行っちゃいけないって言われていたのに、行ってしまったがためにわしの国に戻れなくなってしまったと。これは一体どういう教訓なのかなっていうのは、ちょっと皆さんに後でね想像していただきながら、このお話じわっとこう皆さんに浸透していったらいいなと思っております。ということで、じゃあ続いて紙芝居をお届けしたい。